新潟県道586号水原亀田線は、新潟県阿賀野市から、新潟市江南区に至る、一般県道。阿賀野市下黒瀬付近阿賀野市水原地区南部の分、電磁域から京ヶ瀬地区を経由して、新潟市江南区亀田地区に至る。このうち京ヶ瀬地区の各路瀬から、亀田地区内の区間については1995年、国道49号横雲バイパスの開通に伴い、 北貫原郡京瀬村、大浅市も黒瀬中貫原郡横越村大浅、横越間の横雲橋を経由する旧区間が県道に指定変更された際に指定された。2004年3月18日、同バイパスの全通に伴って横越交差点、明け町二丁目交差点間が追加指定され、一部区間が変更された。さらに2006年3月31日、 阿賀野市道と新潟市道が追加指定され、現在の経路となった。なお、横越地区中心部の区間には、横雲通りの愛称が付与されている。2010年度平日24時間交通量道路の区域決定と共用開始、新潟県法第25号 P542。ありがとうございます。